こんにちは、石崎です。本日は5年前ドラフトを振り返る巨人編でございます。この年、ウェーバー順では10番目。この年は田中聖樹選手、佐々木千早選手と外してしまったんですが、大学ナンバーワンクラスの内野手を1位指名。そして残りは支配下で全員投手という指名を行ってきました。この年の指名では、育成含めて大量指名。 優勝を逃したシーズンだからこそ積極的に投手で即戦力的な選手を上位で指名していきましたまず1位吉川直樹選手大学1年時から多く出場し4年時には中京学院大の全国大会初出場そして初優勝に貢献し日本代表にも選出世代トップクラスのショートとして期待は大きく個人的にものすごく欲しいと思っていました 1>, 1年目の早い段階で怪我という影響で、1年目の早い段階で怪我をしてしまった影響で、出場は叶わず、2軍でも30試合で1割8分の7厘と打撃で苦しんでいました。その中で1軍を経験し、2軍で103試合で2割5分の7厘4本、39打点、OPS6 割9分8厘とまずまずで、終盤に1軍で出場し、安打も放ち、5試合で2割7分の3厘と存在感を見せました。 そして2年目の2018年、開幕1軍、セカンドとしてスタメンをつかみ取り、打撃、守備での活躍が光りました。坂本選手の怪我時にはショートでも出場し、夏場に大暴れ、18試合連続安打を記録。しかし、ヘッドスライディングで手を骨折してしまった影響で離脱してしまいました。 2019年は開幕1番をつかみ打撃で猛アピール長らく課題だったセカンドが埋まったかと言われていたんですが腰のけがで離脱チームのセカンド課題の中で若林選手らが起用されましたが講師ともに彼の穴は大きく腰の怪我が非常に痛かったです ただ20年は開幕から1軍、そして開幕戦でホームランなど目立った活躍も見せました。今までは出られればという段階でしたが、まずそこをクリアし、112試合で2割7分4厘、8本、16二塁打、32打点、11盗塁、OPS7 割3分4厘と、打撃、守備ともに欠かせない戦力となることができました。 そして今季もレギュラー的に期待され、一時期は3番として起用されたり、打撃の評価も高かったんですが、デッドボールで骨折。想定より早い段階で復帰し、多くスタメンも三振が目立ったり、少しチャンスで淡白に見える打席もありました。それでも巨人セカンド、1番手は彼ですし、まずここまで出られるようになって、UZR9.2、レンジランズ7.6は12球団トップです。持っているものの高さを見せることができたこの2年。 横を言うならば、出塁率3割1分3輪というところを3割5分、3割7分くらいまで上げたいところで、OPS7 割近辺で1、2番定着したいところです。松原選手同様、フリースインガー的な選手でもあって、まあ、それがゆのパンチ力も武器なので、ここのバランスが難しいところです。期待値的には打撃でもう一歩上に行きたい2022年です。そして畠選手。 指名直後に肘の手術を行った影響で少しで遅れたものの1年目の中盤に1軍デビュー試合開始最速の危険球ということもあったり翌日にはその危険球を当ててしまった上本選手に被弾するなど悔しいピッチングもありましたが1年目に13試合で12先発72.1回6勝4敗防御率2.9972三振25四死球と高い脱三振能力1年目から1軍で投げることができました 最終盤にリリーフとして1軍で登板 CS で失点も貴重な戦力となることはできましたただ9試合で9.2回2勝5ホールドポイント防御率2.7910三振と、まあ、数字では良いんですがなかなか投げられなかった悔しかったシーズンだと思いますそして19年も怪我で1軍登板は5試合のみ20年もけが離脱2軍でも5試合で25.2回1勝2敗防御率4.21と圧倒的な成績ではなかったんですが25三振 と持ち味を見せ一軍でも先発当初はなかなか勝てなかったんですが最終盤には完封など12試合で65.2回1完封4勝4敗防御率2.88と予さを見せることができましたしかし日本シリーズでは悔しい登板そして今季は当初先発もリリーフに回り2軍でも投げたり1軍にずっとという形ではありませんでしたただ2軍では6試合で22回35三振4四球防御率1.23とレベルが違いました 中盤以降はずっと1軍。彼に関してはかなり国志気味と言いますか、セットアップに近い形で投げた後にビハインドで投げたり、複数イニングと、まあ、今シーズンの彼に対しての負担というのは相当大きかったところがあります。ストレートで三振が取れますし、カット、スライダー、フォークと多彩でもあります。少しランナーを出してからかなり気にして乱れるというところがありますが、彼は立場を固めてあげたい存在かなぁとも思います。投げられれば結果を残してくれる。21年もかなり貴重な存在ではありますが、これまでの怪我の 多さやフル回転というシーズンが少ないことなども考えて少し低めにつけさせていただきます。そして谷岡選手 高卒から東芝を経由し指名された脱三振ピッチャー。1年目の早い段階から1軍で早々に登板。1軍では5試合のみの登板ではありましたが、1年目の2軍で33試合で51.1回、4勝2敗、44三振、防御率2.98と、まずまずでした。ただ、8飛本塁打、20四,四球、特にデッドボール6つと、課題も明確でした。 そして翌年は開幕一軍を掴むと25試合で25回2勝1敗4ホールドポイント防御率5.7625三振と一軍を経験することはできたのですが安定感は課題で立場を掴むというところまでは行きませんでしたそして19年は開幕一軍想定も右肩関節心損傷当初は保存療法と言われていたのですが最終的には手術で育成となりました 20年に二軍復帰。21年は二軍で38試合で34.2回、1敗37三振、17四死球、防御率1.30と、二、まあ、軍投手陣の中でもかなり良くて、今シーズン支配下復帰もあるのかなと思っていましたが、復帰することはできず、まず来年も育成が想定されております。ただ、支配下に最も近い存在の一人かなと思っていますので、来季、勝負の年だと思います。そして、池田俊選手。 大学から社会人を経由。日本選手権では MVP にも選ばれた投手。開幕から一軍に入り、中継ぎ、そして先発としても経験し、33試合で37.2回、2敗、4ホールドポイント、防御率3.35、33三振、16四四球と、一軍で投げることができました。ただ2年目は怪我もあって、出遅れた後、打球直撃で再び出立つ。後半には27試合で24.1回、1勝1敗、2ホールドポイント、防御率4.07と、一軍で投げることができました。 はできました,ただ19年は2軍暮らしが長く38試合で55回4勝3敗3セーブ41三振防御率2.62も1軍ではサヨナラ満塁ホームランなど2試合にとどまってしまい20年も基本2軍その中でウィーラーーラとトレードで楽天移籍しましまた20年1軍で当初苦しかった後二2軍調整を経て1軍復帰その後ある程度試合を立て直すなど21試合で16.2回防御率4.32とまずまずでした 今季は2軍で32試合で29.2回、防御率1.52、33三振、9四球。最速152キロとスピードもかなり上がってきた印象があって、まあ、改造されたなという印象があったんですが、まさかの戦力外引退となってしまいました。そして、高田法生選手。 高校時代152キロを計測、甲子園にも出場した選手。1年目の2軍では2試合当番のみでしたが、2年目には2軍で21試合で113.2回、防御率2.68、85三振、45四死球と多く三振を奪うことができ、高卒2年目にエース候補と呼ばれ始めました。1軍では悔しい当番もありましたが、最多勝、最優秀防御率、最高勝率と完全にエース街道に乗っていたと思われていました。しかし翌年は20試合で、 108回、6勝6敗、87三振、26四死球、防御率2.99と、まずまずではあったんですが、再び一軍では苦しく、前年よりは苦しんでしまった印象が否めませんでした。20年も開幕一軍くらいに期待はありましたが、入りきれず、シーズン途中に楽天高梨選手とのトレード。高梨選手も楽天でかなり苦しんでいたところもあって、エース候補でもある彼とのトレード、個人的には羨ましくもありました。 ただ楽天ではかなり苦しんでしまって、10試合で49.1回、4勝1敗、防御率5.66、43三振、34四死球と厳しい内容でした。今季は中継ぎとして起用され、38試合で33.1回、26三振、防御率4.86と苦しく、正直苦しんでいる印象は否めません。変化球の精度が上がってきているかなとは思いますが、まあ、巨人時代同様、スピードほどストレートで押せていないなという印象が気になるところです。そして大江選手。 高卒1年目から2軍で12試合で62.2回4勝3敗防御率2.3048三振20四死球と存在感を見せることはできたんですが2年目は18試合で90.1回3勝7敗防御率4.5884三振32四死球10飛本類打など一発にも苦しんでしまって安定感で課題も見えましたただ20年開幕前再度転向。まあ、個人的に 速いなという印象はありましたし賛否はもちろんありますがフォーム変更をきっかけにして一軍で多く投げることができました43試合で37.2回3勝12ホールドポイント防御率3.1130三振28四四球と四四球が目立ってしまってセットアップとしての登板はそこまで多くはなかったんですが便利や早い段階のワンポイント等で多く経験することができました そして21年、開幕1軍を逃したんですが、早い段階で1軍。一時期は23試合連続無失点と抜群だったんですが、その後はかなり疲れからか、悔しい登板も目立ち、抹消と、最後まで投げ切るということはできませんでした。少し疲れはあったとはいえ、スライダーとストレートメインで、対左等で戦力になることができ、高めの評価にします。そして、リャオレンレイ選手。 指名まで全く知らない選手でしたが超大型の選手としてドラフト指名 LB 参加でのプレー経験もありロマンはあったんですが1年目の2軍では14試合で防御率5.2716三振13四死球2年目は17試合で19.1回19三振14四死球防御率2.79も請球はかなり難しく戦力外となってしまいました ただトライアウトで152キロを計測し、西ブが獲得。その後、西ブでは1軍で3試合、2軍で26試合で、防御率3.94も、三振32より多い四死球35などが苦しく、オフに戦力外となりました。そして育成1位、高井選手。 トルネード投法で152キロを計測し指名を受けましたただ1年目の二軍登板もなく2年目に肘の毛が長期的に離脱となってしまいその後復帰したのですが20年にも二軍で1試合のみでオフに戦力外となりましたそして育成に加藤選手 1>, 1年目に2軍出場はなく3軍で多く出場2年目にも2軍で14試合ではあったんですが3年目には打率だけではなくパンチ力もついてきて支配かけ役1軍でも5試合を経験し2軍では85試合で2割6分9厘6本34打点 OPS7 割2分7厘と良さを見せることはできたんですが20年は60試合で2割7分8厘1本14打点 OPS6 割9分8厘と率はまずまずながら長打を減らしてしまってオフに戦力外正直立場は厳しかったとはいえ 彼のの戦力外とといいうのはかなりり驚いたところがありますそして山川選手12年目ともに2軍登板はなかったんですが3年目の2019年に21試合で32.1回2勝1敗28三振防御率3.34と便利器用で多く投げることができました支配下契約をつかむことはできなかったんですがもう一度育成契約 2020年は17試合で39.2回5勝2敗防御率2.5037三振と先発や緊急登板ビハインドと2軍のイニングイーターとして多く投げることができイースタン最多勝を獲得も支配下をつかむことはできませんでした2軍で投げることはできたのですが圧倒的なスピードというタイプの選手ではなく制球も1軍クラスを考えると難しいことなどもあって支配下は遠く今期はアンダーに挑戦も2軍登板できずオフに戦力外となりました そして坂本選手。関西リーグの準公式野球で MVP 等も指名までは知りませんでした。1年目の2軍登板はありませんでしたが、3軍戦でのアピールなどもあってウィンターリーグに出場。そして2年目の2軍では23試合で68.2回、3勝4敗、防御率4.85、66三振、27四死球と投げることができました。 そして翌年にはオープン戦でのアピールで支配下も 1, 1軍では悔しい登板の後ビハインドで好投もありましたが抹消そして2軍では23試合で71.1回4勝5敗防御率3 2 8 7十三振もオフに戦力外となってしまいましたそして松原選手楽天南選手と2人で明星大学初のプロ野球選手となりました 1>, 1年目は3軍でアピールも2軍では7試合のみその後イースタンでアピールすると18年は2軍で打撃で結果117試合で3割1六6二22塁打63塁打42打点24盗塁 o p s 六割6部5輪とシーズン途中には支配下登録をつかみイースタン新記録の134安打を樹立しました ただ19年には1軍出場はなく、2軍で96試合で2割8分7厘5本、28打点、17盗塁 OPS7 割5分。ただ長打は相変わらず多く、2020年には1軍。代打でプロ初安打を放つと、その後スタメンや猛打賞、そして強権を見せるなど、2番としても多く出場し、1軍で86試合で2割6分3厘3本、112塁打、53塁打、19打点、12盗塁 OPS7 割1厘。 出塁率3割3分71三振と三振が多く四死球があまり取れずフリーンガがタイプであることは間違いないんですが大ブレイクを果たすことができましたただ課題としてやはりその選球眼やケースバッティング等が求められた中で2番として見えた課題そういうところかなと思っていました ただ今期は梶谷選手、テイムズの加入でサブ的になることが想像されましたそれでも開幕スタメンをつかみ一番として定着瀬育成選手初の先頭打者ホームラインや瀬育成選手初となる二桁本塁打を記録しました甲斐選手の記録を抜き育成出身選手最多本塁打さらに球団初となる育成出身選手の規定到達27試合連続安打など一番としてやや波はあれど長打力含め本当にやらしい存在になりました 守備でも強権や広い範囲を見せ CS では調子が上がらなかったり波もあるんですが育成出身でここまでできれば最高というか梶谷選手に求められていたような活躍を見せましたライバルはまだまだ多いですし絶対的な立場ではないんですが手の育成の歴史を塗り替えてきて個人にとって欠かせない戦力ですあとは得点圏通算1割9分4厘というところや調子の波というところが課題ですが最高評価にしていきたいなと思いますそして高山選手 強権のキャッチャーとして育成指名も1年目に2軍出場はありませんでした2年目も2軍で35試合1割8分6ンではありましたが3本とパンチ力を見せることはできましたしかし19年20年と育成で契約されながら出場試合数を増やすことはできずパンチ力と強権を武器ながら20年オフに戦力外となりましたそして育成7位堀岡選手先発出場はありましたが3年時の甲子園出場はありませんでした 1>, 1年目の二軍当板はなく中盤に肘の手術で2018年まで二軍当板はありませんでしたただ19年は二軍でスピードアップを見せ29試合で34.2回1敗9セーブ39三振16四死球防御率1.04シーズン途中には支配下契約をつかみ一軍デビューなど3試合で4.1回防御率6.23 ただ翌年は1軍でビハインド展開を締めることができず、野手登板となる試合を作ってしまい、原監督には堀岡を投げさせることの方がはるかに失礼と言われるほど屈辱の試合も経験しました。2年目の1軍では12試合で12.2回、7 8に11三振も終盤には2軍で先発として良さ、そして1軍でもホールドを記録しました。 最速154キロを計測したりスピードはあるんですがなかなかそのスピードほど押せないというところが苦しいポイントでした20年2軍では27試合で47.1回2勝1敗36三振防御率2.66そして今季は2軍で43試合で63.2回2勝4敗防御率4.1059三振28四球 まあ今シーズンも含めて先発としての起用があったり三振は奪えるんですがやはりそのスピードほど押せないところだとか変化球の安定感というところが今後一軍に向けて課題かなと思いますで今季一軍登板はなくオフに戦力外再度育成打診となりましたそして松澤選手かつて育成3位で指名されましたがメディカルチェックで左手関節の人体帯損傷があり指名自体その後2016年ドラフトで再度指名されました 1>, 1年目には2軍で1試合のみで3軍出場そして18年には怪我に苦しみ14試合で1割5分8厘オフに戦力外となりました 菅野選手、坂本選手、岡本選手といった目立ったコアというわけではないんですが複数年戦力に慣れている選手が多いですし育成の歴史を変えてきた松原選手もいますそして吉川選手、畑選手は怪我に苦しんでいて出場試合数を落としているので若干低めにしたんですが計算できそうな選手が4人もいるというのは相当レベルが高いです もちろん3位から5位選手がすでに支配下にいないということは苦しいんですが、このうち2人でもある池田選手、高田選手での内容を評価して、ウィーラー、高梨選手を獲得することができたんですよね。まあ正直この2人の分を考えるとかなり高めにしてもいいような気がしますが、まあもう1人この中で絶対的なコアになれると間違いなく S になってくるのかなと思います。まあなので少し絡めになるかもしれませんが、現時点では A プラスとさせていただきます。以上が本日の動画でございます。 ご視聴ありがとうございました。